はいたずらに有権者は惑わし、民主主義を愚弄するものではないのか。区長、卒婚をテーマにしたことも語ったこともありません。複数の議員が SNS で証言しておりますが、私がプライベートの時間で誰と会い、どのような服を着るかと言ったことは、ご静粛に願います。次の会に信頼できる候補者に限り応援しております。杉並区議会は最終日の19日、政府に対し、インボイス制度の実施延期を求める意見書を賛成多数で採択した。インボイス制度の実施延期を求める意見書採択は、東京23区内では初めてとのこと。今回の意見書は立憲、共産、令和、無所属などの6議員連盟の議員提出議案だった。これに先立つ各議案への意見表明では、田中雄太郎議員が岸本里国長を誹謗中傷する発言を繰り返した。議場からは議長、発言に注意を個人攻撃は問題だなどの声が。田中議員は6月2日の一般質問でも区長攻撃や性的少数者への差別発言を行い、住民が懲罰要請文を議長に提出していた。また委員会で否決された天沼の施設再編議案は、今日の本会議では自公、都民ファースト、維新、生活者ネットなどの賛成多数で採択された。賛成討論に立った各派議員からは区長は対話と言いながら一部の区民の声しか聞いていない区長の自覚に欠けているなど、ここでも個人攻撃が相次いだ。岸本区長への個人攻撃は、昨年の当選直後の議会でも田中前区長派の議員らが繰り返し言ったが、今議会で再び勢いを増している。区政の見直しが進まないことが公約違反などの口実を与えているほか、ジェンダー政策への根強い反発もあるからだ。まもなく1年経つ岸本区政だが、状況はまだ厳しい。それでは6月2日の田中雄太郎議員の質疑をご覧ください。なお、一問一答形式に編集していますので、役所が回答した質問は入れていません。ただいまの田中雄太郎議員の発言につきましては、議員の言論に対する品位の保持について規定した、地方自治法第132条に照らして、極めて不適当な内容が含まれていたと思います。可能な限り答弁いたしますが、その後の対応につきましては、区議会の適切なご判断に委ねたいと思います。区長は先般、区内で行われた入管法改正反対の街宣に参加したそうだが事実か。安倍元首相国葬反対デモに参加したことを議会で批判され、今後は慎重を期す旨を答弁していたが矛盾するのではないか。議会軽視の批判を免れないが、区長の答弁を求めます。それでは、私からは田中雄太郎議員の質問のうち、私の政治姿勢に関する一連のご質問にお答えします。まず、西荻窪で行われた入管法改正反対の街宣については、その場を偶然通りかかった際に参加していた知人がいたため、5分ほど滞在したに過ぎません。今後とも、先の議会での答弁を踏まえ、公務から離れる時であっても、社会的、道義的責任が問われることがあることを自覚して行動してまいります。杉並から差別をなくす会や、レイシスト芝木隊と名乗り、私の昨年末以来の街頭宣伝、街頭演説活動に対しまして、極めて威圧的な、暴力的な妨害活動を行いました。区長は同団体による西荻での入管法反対街宣に参加されていたわけでありますけれども、杉並から差別をなくす会及び芝木隊の後継団体であるクラックと岸本区長との関係はどのようなものか、区長の答弁を求め、男女共同参画担当課長と杉並から差別をなくす会が区役所の会議室で懇談しているようだが、この懇談の経緯を問います。また、この団体の複数のメンバーが反社会的な活動を行っていることは把握していなかったのか、現在は把握しているのか、今後もこの団体との接触を続ける考えはあるのか問います。いつも対話と連呼する岸本区長は、このような言論弾圧について正義と考えるのか、区長の見解を問います。次に、私と杉並から差別をなくす会やクラックという団体との関係についてのお尋ねにお答えします。杉並から差別をなくす会からは人権擁護の観点から条例制定を求める要望をいただいておりますので、私も承知しておりますが、レイシスト芝木隊や
クラックといった団体とは全く面識がございません。言論弾圧というのは、公権力を持つ者が権力を乱用して市民の言論を弾圧することですので、民間同志団体の衝突には当てはまらないと考えます。私が大切にしている対話とは、違った意見を理解し、寛容し、自分の意見を発展させ、他者との合意形成を探っていくアプローチであり、言論弾圧の対極にあると考えています。BBC の取材において、区長は、杉並区議会は、女性差別的な職場であるかのように発信をいたしました。まあ、この件につきましても、随分、議会で問題になっていたようでありますけれども、気候変動や多様性、ジェンダー平等といった問題への取り組みが、古い政治、男性限定の会員クラブによる政治に阻まれています。私は政策について議論がしたいのに、区議会では多くの時間が批判や個人攻撃で無駄にされてしまうのです。との発言の具体例をお示しいただきたい。お黙りなさいよ。示せないのであれば、この場で謝罪訂正するように求めるが、区長の答弁を求めます。次に、BBC の取材における私の発言に関するお尋ねですが、私は、様々な理由から制度として対等でも現実として職場で女性が対等な発言力や待遇を得ていないということは杉並区、杉並区議会だけでなく日本全体、ひいては世界的な課題だと考えております。ジェンダー平等世界1位を誇るアイスランドでもたゆまぬ努力が続いています。ジェンダーギャップ116位、146位各国中ですけれども、その日本が構造的な課題を抱えていることは明らかで、その改善に向けて積極的に働きかけることは区長としての責務と考えており、それはすべての職員が働きやすい職場づくりにもつながると考えています。ボーイズクラブという表現は意思決定の場を直接的間接的に男性が支配してきた歴史を意識的に問うことなく、組織文化としてそれが継続する現象です。杉並区だけでなく、すべての職場で女性やマイノリティに積極的な訓練とエンパワーメントの機会を作ることで、ジェンダー平等を一歩でも進めることは、男女平等共同参画行動計画を持つ杉並区の政策にかなっていると考えます。議会での批判や個人攻撃の例を挙げるならば、私の懲戒への参加について事実と異なる発言がありました。この度も、質疑の中で私のプライベートの時間の服装等に関する言及がありましたが、まさにこうした質疑がそれに当たると受け止めています。議会では基本構想を軸として区民福祉の向上を図っていくために、議員の皆様と建設的な議論をしたいと願うものです。区長選挙で使われていた卒婚という言葉の意味は何か、また意味不明の私的な造語を選挙で安易に用いることはいたずらに有権者は惑わし、民主主義を愚弄するものではないのか、区長自身の見解を問います。次に、卒婚という言葉に関するお尋ねにお答えいたします。私は選挙運動で卒婚をテーマにしたことも語ったこともありません。私が私生活を話したり書いたりする際に、自分は20年間の婚姻関係を解消したこと、それは自分のステージにおける卒業のように、共に過ごした過去を慈しみながら、それぞれが新しい道を歩むことに積極的、総合的に合意するという意味で使っています。一般質問で全員に答弁するというスタンスを捨てたのはなぜか。去年の3定は全員に答弁されていたかと思いますけれども、4定から、金繰りしてしまわれましたね。また、先の臨時会でも言及していた質の高い議論とは何か。区の答弁は質が高く、議会の質疑は質が低いということか。区長の答弁を求められながら、区長自身は答弁に立たず、役人に丸投げする場面が散見されるのはなぜか。質の高い議論のためには、そのような態度を区長自身が是正することこそが求められると考えるが、区長の答弁を求めます。次に、私の答弁のスタンスに関してのお尋ねがございましたが、区政運営にあたって私の基本姿勢や公約に関すること、また施策の方向性、重要課題に対する課題認識などに関わる質問については、できる限り自ら答弁したいという姿勢に変わりはありません。質の高い議論とは、区政を取り巻く現状と課題を議会と共有し、解決に向けた方策について様々な立場から多角的な質疑が行われ、その結果、区政が区民に可視化され、問題解決のために前進していると感じられる区民が増加することだと思います。区民から岸本区長の区内でのいでたちや行動などについて苦情が寄せられております。
区民の前では TPO に沿った服装と行動を求めますが、市長の答弁を求めます。過度に露出の高い服装や外国人男性とおぼしき相手と腕を絡ませ体を密着して練り歩く様子などは目に余るものがある。区民の意見なんですよ。ご静粛願います。ご静粛願います。警備員さんもつまみ出してくださいよ、その辺の人。ご静粛願います。田中議員、質問を残してください。どこまで行ったか分かんなくなっちゃった。これからもその態度を、区民の前では TPO に沿った服装と行動を求めるが、区長の答弁を求めます。これからもその態度を改めるつもりはないのか。現在、次に私の服装や行動に関するご質問にお答えします。私がプライベートの時間で誰と会い、どのような服を着るかといったことは、公序良俗に反しない限り、たとえそれを好まない人がいたとしても、個人の自由として他者から干渉されることではなく、このような議会の場で取り上げることは、極めて不適切であると考えております。市長自身が SNS で、令和新選組の山名加奈子区議の性別をアウティングした経緯と責任を問います。次に、性別を非公表としていた議員を女性議員として発信した件に関するご質問にお答えします。私は以前からホームページの情報等を通じて、当該議員の性別を女性として認識しており、議員が性別を非公表として立候補の届け出をしたことを把握しておりませんでした。そのようなことから選挙結果を受けて、女性議員は当該議員を含めた25名、男性議員は23名として、私の政務活動用のツイッターで発信したものです。しかし、その後、当該議員が性別や年齢にとらわれず、政治活動に取り組みたいとのお考えから、性別を非公表として活動されていることを承知したため、女性議員24名、男性議員23名、性別非公表1名に修正いたしました。なお、当該議員からは、今回の私の誤りについては、アウティングには該当しないとのお答えをいただいております。次に行きます。区長が今般の杉並区議選において、推薦、支援した候補者を、当選者、落選者を含めて全員列挙してください。また、それはどのような基準で選んだのか、政策合意書の提出者は、どの程度含まれるのか、以上、区長の答弁を求めます。区長は、区議選直前に各会派の区議会各会派の幹事長宛てに政策合意書なる文書を郵送したとのことだが、どのような経緯で郵送したのか、またその内容はどのようなものか、区長の答弁を求め、各幹事長に対し、会派所属議員にも同意書を周知するよう依頼した旨、複数の議員が SNS で証言しておりますが、事実とすれば、やはり公選法に抵触するのではないか。また仮に抵触は免れても、道義的責任は免れ得ないのではないか。この指摘に対する区長の答弁を求めます。今般の杉並区議選以外で、これまでに区長が推薦、支援した各選挙候補者の氏名、所属政党も全て列挙するように求め、過去の自分自身の性的虐待や等を SNS 等で自白している日本共産党、小池恵み杉並区議候補にまで推薦を出した区長の道義的責任を問う。自白という言葉を辞書で引きなさいよ。申し訳ございません。だから自白って言葉を辞書で引けって言ってんだよ。ご静粛に願います。ご静粛願います。次の質問に移ります。委員質問です。次に、私の選挙応援に関するご質問にお答えします。今般の杉並区議会選挙におきましては、住民自治と地方自治を対話と参画によって進化させることなど、大きな社会のビジョンを共有した19名の候補者の方と政策合意書を結び、そのうち16名の候補者の方が当選されております。ご指摘のあった議員におかれましても、他に応援した候補者と同様に、政策合意に従って応援したものでございます。私は政策の方向性に共感し、議論を通じてより良い政策を共に作っていきたい方を、政党や会派に関係なく、時間の許す限り公平な形で応援するため、政策合意書を改選前の区議会における各会派の幹事長に郵送し、各会派の候補者の皆様への周知をお願いいたしました。これに加えて、無所属議員の方に関しましては、個別に郵送するとともに、先の区議選で私を支援していただいたすべての政党の代表者に対しても郵送しております。また、杉並区議会議員選挙以外の選挙におきましては、政策合意を取り交わしておりませんが、以前から人柄、政策ともに知っており、信頼できる候補者に限り応援しております。なお、自治体の首長が選挙応援することは一般的なことであり、本件は
公職選挙法に抵触することではなく、何らの責任があるとも考えておりません。府長が5月10日の夜間に、5月10日の夜間にですね、今般発生した荻窪小学校での、児童が釘で、大怪我されてしまったという、大怪我された子供さんと親御さんにはお見舞いを申し上げます。その事故について報告を受けたのは、遅いのではないか。報告を受けた時の状況の説明を求めます。組織の風通しが悪く、府庁部局や区教委の職員が萎縮しているのではないか。まあ、この間、議論になっておりますけれども、改めてこの指摘に対する区長の見解を問うとともに、同様に教育長の見解を問います。この、事故がですね、発覚したときに、区長は台湾に出張しており、また、未だに怪我をした児童や保護者に謝罪に出向いてもおらず、今後もその予定はないとのことでありますが、その姿勢を改め、一刻も早く謝罪に出向くよう求めます。区長の見解を問います。次に、区立荻窪小学校において発生した事故に関するご質問にお答えいたします。本件については、教育委員会から、区長部局に情報提供があったのが5月10日であり、それを受け、速やかに秘書課長から口頭で第一報の口頭を報告を受けたものです。事故発生後、教育委員会から危機管理部門への報告が遅れた原因は、危機管理上の情報連携のルールが不明確であったことにあり、議員ご指摘のようなことではございません。